はい、今日はまずこの2つの単語について説明に したいと思います。まあ、この2つの単語、チーパン、チーパン、そしてプンピル、プンピル、まあ、それぞれこの漢字に書きますと漆の板、そして粉の筆ということで、もう皆さん勘のいい方はもう大体これどういう内容なのかともお分かりかと思います。まあ、答えは何かと言いますと、これは日本語でいう黒板のことです。そしてこちらが粉で固めた筆、すなわちチョークのことです。黒板がチルパン、チョークがプンピル。なぜこの2つの単語を今日ご紹介したかと言いますと、まあ、今はちょうどこの文京区ですね、東京文京区の公共施設、すなわちこの区民センターみたいなところですが、そこの会議室を今借りてこのように講座を開いています。この講座を開くにあたって、まず文京区の公共施設の予約をしないといけないんですけども、借りる予約ですね。その時にインターネットで見た、その文京区のホームページを見て思ったのが、この部屋っていうのが実はそのアップされた写真がこのように今日見て初めて分かったんですけども、ホワイトボードじゃなくて、いわゆる昔ながらの黒板だったんですよね。だからそれを期待して今日来てみたんですけども、実際はホワイトボードに変わっていて、ちょっと残念だったかなと思いましたけども、その黒板を期待して私が思い出した単語がこの2つなんですね。まあ、ちなみにですね、消しゴム、消しゴムっていう時はこの何ていうかというと、ここにあるようにチウゲ、チウゲ、まあ、これが消しゴムのことです。これは消しゴムですけども、じゃあ黒板拭きって言うんでしょうかね、黒板を消すやつは、あれはチーパンチウゲ、チルパンチウゲと言います。普通に鉛筆で書いたものを消すときの消しゴムはチウゲと言います。まあ、さらにもう一つ、この消しゴムが出てきたら、じゃあ鉛筆、鉛筆は何と言いますかというと、ヨンピル。まあ、そのごとくこれは鉛の筆、鉛筆ですね、鉛筆のことをヨンピル、ヨンピルと言います。まあ、今はもう使えなくなってしまっている単語かもしれませんけれども、この鉛筆と、そして消しゴム、ヨンピル、そして中芸というのをまだ使っています。覚えておいてください。